はい、本日はですね、ペンドルトンのタオルを紹介していきたいなというふうに思います。ペンドルトンやったかな？ペンドルトン。はい、そうですね、ペンドルトンのタオルを紹介していきたいなと思います。今日はですね、ファッションじゃなくて、ちょっとインテリアというか、まあそんな感じになるんですけど、僕、後日ですね、ルームツアーみたいなのを後々していこうかなというふうに思ってて、まあその前にちょっと一回このタオルは紹介しておきたいなというふうに思ったんで、今回紹介はしていくんですが、ここにかかってないので、一応そのタオルっていうのがですね、いつもここにある。このタオルがペンドルトンというアメリカのブランドのタオルになってるんですが、それを紹介していきたいなと思いますので、ちょっとこれを前にしますね。で、これパッて見てもらったらですね、ちょっとまあシャレオツな感じで、こういう柄のタオルってたまに見かけたりすると思うんですよ。で、それこそインテリアの雑貨とか、あとまあなんか小洒落たカフェとかでなんか置いてたりすると思うんですけど、それに憧れて僕も結構前に購入して、これも多分5年ぐらい使ってると思うんですけど、このタオル意外と便利で、それこそソファーの上で寝転んだ時のタオルケットとしても使えるし、寒くなったら肩掛けに使ったりとか、まあ僕は肩掛け使わないんですけど、嫁が使ったりとか、あとそれこそ筋トレとかするときに、うちカーペットとか敷いてないので、もうフローリングむき出しなんで、これを畳んで敷いて筋トレしたりとかっていうのもできるんですけど、まあ僕は筋トレはしてないんですけど、そういう使い方とかもできて結構便利なんで、まあこれを機に知らない方は、そういうブランドやってんなっていう風に知ってもらったらいいかなという風に思いますので、今回はちょっとファッションじゃなくてインテリアなんですけど、まあ僕の好きなものなので紹介させていただきたいなという風に思います。ではですね、このタオルっていうのが他のタオルとどういう風に違うのかっていうところをお話していって、次にあんまり向かへん人、このタオルを買わん方がいいですよっていう人と、あと次にあなたならこのタオルおすすめですよっていう、ちょっとうさんくさい感じになっちゃったんですけど、まあそういう流れでお話はしていきたいなというふうに思いますので、まず最初にバッと特徴から見ていくんですけど、これパッと広げたらですね、めちゃくちゃでかいんですよね。で、これがですね、一番長いところ、この端から端までが180センチぐらいあって、もう僕の身長ぐらいあって、さらにこの短い方でも100センチぐらいあるので、本当にこうパッてタオルケットとしても全然使えるし、ちょっと意識高い系の人らとかやったら、こういうのをちょっと畳んじゃって、なんかアウトドアとかするときに椅子にパッてかけるとか、あとこう敷物として使うみたいな感じのってたまに見かけたりするんですけど、まあ、意識高い系って言うとあんま失礼かもしれないんですけど、まあ、そういった使い方もできるので、サイズ的にはちょっと大きめになってるので、普通の自宅で置いてあるようなバスタオルとかに比べると結構もう一回り大きいようなサイズ感っていうのがこのサイズ感になってるんですけど、まあ、それがゆえに結構使い勝手がいいというか、畳んでしまったら、まあ、ヨガマット的な使い方もできるし、もちろん普通にタオルなんで汗とかガーって拭いたりとか、風呂上がりに使うこともできるんですけど、まあ、そういったサイズ感になってるかなと思います。なので敷物として使うんやったら2人ぐらいが使えるようなスペースになってて、まあ、タオルケットやったら1人で使えるような大きさになってるので、それこそ畳んだりとか広げたりとかして用途によって変えていく感じなんですけど、まあ、我が家では基本的に畳んでここに置いてるっていうことが多いんですが、まあ、僕はあんまり使わないんですけど、嫁はそれこそこれソファーで寝るときに使ったりはしてるので、まあ、まさにそういった感じで使い勝手が結構いいようなタオルケットになってます。で、次に質感っていうのがですね、タオルって安っぽいタオルって結構薄っぺらいのあるじゃないですか。そういうのじゃなくて結構肉厚なタオルの生地感になってるので、ふわふわなんですよね。なので例えば昼寝とかさって寝る時とかにこういうのが肌にパッて当たったりしたら、あー気持ちいいみたいな感じで寝れて、なおかつ見た目もおしゃれやからインテリアとしても使えるっていうような生地感かなという感じでは思います。で、一応この柄がネイティブアメリカンの柄になってて、まあ、多分皆さん見かけるのってこの色だけじゃなくていろんな色があると思うんですけど、それこそ種類で言うと10種類ぐらいあるんですかね。なんか派手めな色もあったり、結構シックめな色もあるんですけど、とにかく柄が入ってるっていうのがこのペンドルトンの特徴ではあるんですけど、それは何っていうと、ネイティブアメリカンの柄が採用されてて、このブランド自体が150年ぐらい前からあるブランドになってるので、そんな前からある伝統を引き継いでるタオルということになってるので、まあ、特にアメリカ系のブランドって日本人なんてか知らんけど憧れあるじゃないですか。だからこのネイティブアメリカンとかって聞いちゃうと、ああシャレてるやんって思うと思うんですけど、それ別に特に理由はないんですけど、なんかアメリカって聞くだけで、あなんかシャレてるやんみたいなのあると思うので、まあ、そういった柄がこれは採用されてるという感じですね。これちなみにジョセフなんとかっていう柄で結構人気のある柄みたいなんですけど、まあ、僕は全然意味とか知らずに、なんかこう色味が綺麗やったんでこれを購入して、特にまあこだわりはないんですけど、次もう一色なんか新しい色は買おうかなとは今は思ってるんですけど、まあ、そういった昔ながらの柄が採用されてるという感じになっているようです。で、次にですね、これコットン100なんですよね。なので普通のバスタオルとかタオルとかと同じような感じで、洗濯機にポンって掘り込んでぐるぐるって回して、普通にパンパンって払って干してあげれば OK っていう、めちゃくちゃ取り扱いが楽なので、こういう柄のやつって結構気にしやなあかんのかなとかって思ったりするんですけど、全然そんなことなくて、生地がコットンなんでも全然普通に洗えるし、乾燥機も全然回せるし、で何回洗っても全然問題ないんで、まあ、普通に使ってたりとかして、それこそ床で引いたりとかして、あ汚れたなと思ったらすぐ洗えるし、ちょっと昼寝の時使って寝汗かいたなと思ったらすぐ洗っちゃえばいいし、あんまりそういうアフターケアを気にせえへんでいいっていうのも、ここのコットン100を使ってるタオルの特徴かなと思います。で、このブランドがですね、コットン100だけじゃなくてウールを使ってるタイプもあるんですけど、そのウールを使ってるタイプっていうのは結構値段がガンと跳ね上がって、なおかつその洗濯機とかで
を洗ったりするの厳しくなってくるので、このタオルケットのコットンの方であれば全然問題ないんですけど、ウールのブランケットの方はちょっと気をつけた方がいいと思いますので、まあ、今回はあくまでコットンの方の紹介なんですけど、まあ、これであれば取り扱いは全然自宅でできちゃうっていう感じになってます。で次値段なんですけど、値段がですね、これが定価は確か1万円切るぐらい、9000いくらぐらいが定価にはなってるんですけど、実際これ Amazon とか楽天とかで見たら、その正規店ペンドルトンの公式の正規店が半額とかで出してたりとかするので、実際は4000とか5000台で買えちゃうっていう、どれが定価なのかちょっとよくわからないんですけど、一応定価としては9000いくらが定価って公式のホームページには書いてるんですけど、 Amazon とかの公式のショップを見ると4000いくらとか5000いくらとかって書いてるので、まあ定価は、まあ、その値段で買ってももちろん正規品ですし、で逆に公式の9000の方で買っても正規品なんですけど、なんでこれ9000で売ってんのやろなって思ったりはするんですけど、一応まあこれは4,5000円ぐらいで正規店で購入ができるというようなタオルになってるので、まあ150年ぐらい前のブランドというか、150年ぐらい前のこう柄とかが採用されてるものが、まあ4,5000円で買えてて、しかもまあ大きさも大きいので、まあそう考えたら値段的にはめちゃくちゃ高いわけじゃないんかなっていう、まあ結構手頃っちゃ手頃かなというふうに思うので、まあそれ安いタオルばっかり使うんやったら全然高いと思うんですけど、まあいろいろ背景とか考えていったり、まあこのこじゃれた雰囲気とかがあるんやったら、まあまあ4,5000円やったら全然そんなめっちゃベラボーに高いっていうわけじゃないかなというふうには思います。で次にですね、おすすめできない人っていうのがですね、今の話を聞いて、いや高いやろって思う方はやっぱりおすすめできんくて、まあ具体的にどういう人かっていうと、例えばミニマリストの人とかやったらこういうのって必要ないものやと思うので、あくまで必要な日常生活で必需品のプラスワンぐらいの役割というか機能になってるので、まあミニマリストの人とかは必要ないでしょうし、あと生活に余裕がない人っていうか、生活に余裕がないって言ったら経済的にとかじゃなくて、この生活スタイルにあんまり余裕を持たせたくない人とかっていうのは、まあこういった必要じゃないアイテムっていうのはいらないと思うんですけど、逆にじゃあおすすめの人はどういう人かっていうと、まあ、ちょっと普段の生活にちょっと遊び心を足したい人とか、まあそれこそこじゃれた雰囲気にしたいとかっていう、まあ具体的にじゃあどういう人かっていうと、まあ在宅ワークがこれから多分メインになってくる人もいてはると思うので、まあそういう方とかやったら、例えばデスクでずっと仕事してて寒いなと思ったらこういうの膝掛けに使ったりとか、あとちょっと昼寝しようと思ったらこういうのをパッてかけて昼寝したりとかっていうのもできるし、それがやっぱりバスタオルじゃできないじゃないですか、サイズ的にちっちゃかったりするので、なのであまり遊び心のない部屋が嫌やなとかっていう方には、こういうのポンって1個入れてあげるだけでちょっと雰囲気が変わるし、なおかつ使い勝手としても使えるので、ただのインテリアではないので、まあそういった方なんかにはおすすめのタオルかなというふうに思います。まあちなみにさっきも言ったんですけど、我が家はもう一色なんか足してベッドの方に入れようかななんかは思ってるんですけど、あんまり近くに置くとごちゃごちゃすると思うので、ちょっと離れたところに置こうかなというふうに思ってます。まあもしくはですね、これ今夏やからこれをここに置いててちょうどいいんですけど、まあ冬とかになってくるとちょっとこの色は明るすぎるんで、もしかしたらここにちょっと秋冬用はちょっと違う色を入れてみようかなというふうに今は思ってるんですが、まあ秋冬ならないとちょっとわからないんですけど、そんな感じでは思っております。はい、ということで、まあざっくりこのペンドルトンの紹介をしていったんですけども、まあこんな感じで、あのまあ肩掛けで使ってもいいし、あんま男性の方やったら使わへんのかなちょっとわからへんけど、女性の方とかやったらこうやって使いそうやし、あと膝掛けでもパンって使えるし、まあこんな感じになってるので、ちょっと昼寝しようかと思ったら昼寝もサッとできるし、この裏側の方はちょっと普通のタオルの生地というか、こうモコモコがあるタイプで、こっちの表の方はですねサラサラしてるんですよね。なので裏と表では全然生地感が違うので、まあ、それをこう好きな方で使っていけばいいと思うんですけど、まあ、これ結構嫁は昼寝してるんで多分気持ちいいんでしょうね、まあ、僕はこれ使って昼寝しないんでわからないんですけど、まあそうやったらお前何にこれ使ってんねんって感じなんですけど、まあ、僕完全にこれスタジオ用として使ってるんですけど、まあ、そんな感じのタオルということになってます。はい、ということで、まあ、最後はですねこんな感じで肩にかけた状態でお別れしていきたいなという、まあ難民スタイルですかね、でお別れしていきたいなというふうに思うんですけど、まあ、先ほど言ってたみたいに公式の Amazon とか楽天 の、 あのサイトは下のリンクに貼ってますので、まあ、興味ある方は見てもらえればなと思いますが、まあ、僕が次狙ってるやつの候補も一応載せとこうかなというふうに思います。はい、ではですね本日は、ベントルトンじゃなくてペンドルトンですねの、タオルケットを紹介してみたという動画になってます。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。